他の人には秘密にしておこう。私たちが兄弟ってこと。叶わぬ恋をしているということですか。野村さんの断ち切れない思いを忘れるために昨日の夜があったとしても構わない。野村康介の妹です。妹さん、勇気と言います。ルールや規則を守るのも、道から外れずに生きようとするのも僕の勝負なんです。タブーを犯さないよう抑えて生きてると思われると心外です。その人のために死ねるって思ったことありますか。 会いたいです。連絡ください。待ってます。コーヒー入れますね。あ、野村さんのお家なのに私が言うのもおかしいんですけど。あ、いや、私も失礼しますので。ごめんなさい。 お兄さんに会いに来たのに、家に他人がいたら驚きますよね。私、サキと言います。網浜サキです。よかったらお昼ご飯ご一緒しませんか。 お兄ちゃん、私ゆうきです。今東京に来ています。会いたいです。連絡ください。23日って何してる？23？あ、会議あるから残業かも。そっか。なんで？いや、誕生日なんだよね、姉ちゃん。え？じゃあお祝いしないと。 再会してから初めてのお誕生日だもん。でも誕生日って言っても生まれた日じゃないんだよね。置き去りにされた日が戸籍上の誕生日だから。そっか、複雑だね。自分の生い立ちを知ってから毎年どんな思いで誕生日を迎えてきたんだろうって。祝ってあげなよ。 お誕生日はお誕生日だよ。その日からお姉さんの第二の人生が始まったんだから、そういうこと分かち合えるのは隼人しかいないんじゃない。うん、ここのピザすっごく美味しいんですよ。なかなか予約が取れないのに今日はラッキーでした。そうなんですか。おいくつ？ 33です。え？あ、お砂糖2つで。はい、私も33、同い年です。そうなんですか。お待たせしました。うわ、美味しそう。 食べよ。高校受験の前にちょうどお兄ちゃんが東京に来て、受験の神様で有名だからってここで絵馬を描いてくれたんです。妹思いの優しいお兄さんね。うちはちょっと特殊っていうか、両親が早くに亡くなったからお兄ちゃんが親代わりだったんです。 そう、高校受験の時が一番一緒にいたな。一番不安定だったっていうか、初めて自分で人生の選択をする時だったから、とっても不安で落ちちゃったらどうしようとか。でもお兄ちゃんにすっごく励ましてもらって、お兄ちゃんもその時期司法試験の勉強していたんです。 一緒に朝早く起きて、一緒に毎日勉強して、あれからもう17年も経つんだな。そういえば野村さんが使ってた手帳、17年前から使ってるって
そんな頃から使ってるのね。それ私がプレゼントしたんです。え？お兄ちゃんが司法試験に合格した時に。まだ使ってくれてるんだ。ええ、とても大切にね。お兄ちゃんとはもう6年も会ってないんです。兄弟ってそんなものなんですかね。そんなこと遠慮してるんじゃないかな。ユキさんの旦那さんに、ほら男性同士ってそういうところあるでしょ。でも私離婚を考えてるんです。離婚？価値観が違うんです。本当に小さなこと一つ一つが合わなくて毎日が苦痛で、向こうも最近は仕事だって言ってあんまり家に帰ってこないし。お兄さんはなんて？一時の感情で決めるのは良くないって。でも電話もめったに出てくれないし、メールの返信もなかなかないの。私にはお兄ちゃんしかいないのに。お兄ちゃんから。忙しくて会えないって。大丈夫よ、お兄さん絶対に応援してくれるわ。サキさん、私に任せてくれる？ねえ、初めて会った人にこんなに自分のこと話したの？初めて。野村さん、私は知らず知らずのうちに野村さんを傷つけてしまいましたね。ごめんなさい。昨日はとても楽しかったです。野村さんにお会いできてよかった。体に気をつけて、いつまでもお元気でいらしてください。サキ。さんを傷つけてしまいましたね。ごめんなさい。もしもし、
Saki です。Saki さん、あの、手紙読みました。謝らなきゃいけないのは僕の方です。勝手な仕様で感情的になってしまって、本当に申し訳ありませんでした。もう一度会っていただけませんか。赤がお好きなんですね。ええ、まずね、この色が好き。私何にでも赤を合わせちゃうんです。わざわざお電話くださってありがとうございます。いえ、僕の方こそ大人げない態度を取ってしまってすいませんでした。やめてください。私の方こそごめんなさい。サキさんは何も悪くないです。野村さん、私考えてみたら野村さんのことをまだ何も知らないな。昔から弁護士になりたかったんですか。そうですね、高校生の時から考えてましたね。すごい、しっかりしていたんですね。そういうわけじゃないんですけど、両親を早くに亡くしてしまったんで、自分がしっかりしなきゃとは思ってました。そう、ご両親を早くに。じゃあご家族は。妹が一人。妹さん、あまり接点はありませんけど。でもご両親を早くに亡くされたなら、妹さんの親代わりのようなものだったんじゃないですか。まあ、特に10代の頃とか。私は高校入試の時が一番親に迷惑かけたな。一番不安定だったっていうか、初めて自分で人生の選択をする時だったから、とっても不安で、落ちちゃったらどうしようとか。でもお兄ちゃんにせっかく励ましてもらって。サキさんのご出身は。静岡です。父は地元で小さな病院をやってて、母は専業主婦。ああ、だから看護師。ええ。あ、妹さんはいくつですか。33かな。私と同い年。ご結婚は。ええ、してますよ。そう、きっと幸せなご家庭なんでしょうね。羨ましいな。それが離婚したいらしくて。そう、まあそれも仕方のない話よね。え？比べちゃうのよ、野村さんとご主人を。今のご主人は運命の相手じゃないのね。運命の相手は他にいるはず。野村さん、ちゃんと妹さんから話を聞いてあげた？どうしたの？会いたくないの？いや、応援してあげないと。二人きりの兄弟だものね、お兄ちゃん。やめてくれ。離婚なんていい話題じゃないから。そういえばさっき
もうすぐ誕生日だって言ってましたね。いつなんですか？内緒です。どうして？ハヤトだ。ちょっとごめんなさい。はい。もしもし。ハヤト、どうしたの？仕事が早く終わったから。そう、お疲れ様。遅くまで大変ね。うん、私はまだ野村さんと一緒なの。もしもし、聞こえてるの？あのさ、あさってって。あさって日勤よ。その後の予定って？ううん、特には。じゃあさ、一緒に飯でもどう？うん、大丈夫。うちの方でいい？じゃあ6時に駅でいい？うん、そうしよう。そうね、じゃあまた。あ、うん、何？なんか食べたいものとかある？また連絡するね。もう少ししたら帰るから。うん、それじゃあね。ごめんなさい。あの、うちにいただき物の珍しいワインがあるんです。え？2010年のレディアルト、飲んだことありますか？いえ。開けよう。